その香川や乾を含め、2試合の強化試合で23人全員を起用した西野監督。3日後のコロンビア戦では、どのような選手起用をするのか。そこで、西野監督を知るこの選手を直撃。ここはゆっくり、日本が大きくゴール前に上げてきた。佐藤に届くのか、長パート、これは大きく入った。伊藤のゴール。日本のサッカー、奇跡を起こしました。当時、西野監督が起こしたマイアミの奇跡。ゴールを決めた元日本代表、伊藤輝芳さん。西野監督について聞いてみると、選手の特徴というか個性というか、それをこ うまく引き出しながら、それを一つのこうチームにしていくというか、勝つために最善の手段を選ぶとは思うんで。実はマイアミの奇跡でもあるサプライズ起用をしていた。ボランチに本職ではない服部を起用し、ブラジルの司令塔ジュニーニョをマンマーク。タビオ・コンセイソンからジュニーニョですが、このパスを服部がカットしようという体勢。日本ボールを奪った。やっぱり最終の、その選手起用が的中、ブラジルを0点に抑えた。コロンビア戦ではどのような選手を使うのか。対戦国コロンビアの記者に日本のスタメンについて聞くと、やはり注目はトップ下。ワールドカップで重要なのは経験値で、彼は今回で3度目のワールドカップ出場になる。それに彼は才能があるし、クオリティも高い。こちらの記者はトップ下に本田。その一方で、多分香川がスタメン、本田がサブよ。それはなぜ？本田はどちらかといえばフォワードで、香川はクリエイティブだから、トップ下でプレーした方が全体が良くなるわ。5人のコロンビア記者に聞くと、3対2と意見が分かれた。そこで日本をよく知るこの人に聞いた。フィリップ・トルシエ。2002年日韓ワールドカップ、トルシエは監督として日本を初めてグループリーグ突破に導いた。こんにちは。今大会日本初戦の相手は FIFA ランキング16位のコロンビア。メンバーには前回大会の得点王、ハメス・ロドリゲス、そしてラダメル・ファルカウと強力な攻撃陣が顔を揃える。トルシエが考える日本ベストのスタメンは、まずはディフェンス。そうですね、川島、長友、牧野、吉田、酒井宏樹。ディフェンスはこの4人。理由は、ディフェンスは固定です。コロンビアの選手は体格的にパワーがすごい、貪欲にゴールを狙ってきて決定力も高い。フォーバックのガードとディフェンスが大事。経験豊富なディフェンダーで抑える。ディフェンダー4人の平均年齢 29.75 歳。海外リーグでプレーする長友、吉田などディフェンスを経験豊富な選手で固めた。続いては中盤から前線のメンバー。オセベ・オシマ、アワノチ。パラグアイ戦の先発メンバーから唯一乾だけを選んだ。私が考えるチームはコロンビアと前線で戦わなければいけない。それには乾の長所を使わないと戦えないんだ。それはパラグアイ戦でのゴール。14番の乾、乾の柔道の長所は何といってもスピードです。ドリブルも素晴らしい。
前線で戦うには、乾のように個人技の高い選手が必要なんです。パラグアイ戦の1点目は、スピードに加えてシュートの決定力も高かった。では、キーマンとなるトップ下は？トップ下は、チームをまとめて 100% の力を出せる選手です。果たして、トルシエは誰を選んだのか？初戦のコロンビア戦、キーマンとなるトップ下にトルシエが選んだのは、トップ下はチームをまとめて 100% の力を出せる選手です。そしてセットプレーからもチャンスを作り出せる。ホンダ、トルシエはキーマンとなるトップ下に本田圭佑を選んだ。香川を選ばなかったのは、ボールを持った時に輝く選手だからです。コロンビア戦、日本は守りを重視して少ないチャンスをものにするべきだ。フリーキックやコーナーなどセットプレーの時に本田が必要になる。2010年のワールドカップ、セットプレーからのゴールでベスト16進出を果たした日本。今大会グループリーグ突破の確率は 50% です。まず日本はグループリーグを突破するために初戦のコロンビア戦に負けないことだ。引き分けでも勝利でもいい、とにかく負けないことが重要なんです。日本が初出場したフランス大会以降の5大会、初戦に負けたチームは60。そのうちグループリーグを突破したのはわずか7チームのみ。初戦は負けられない。さらにもう一つの鍵が、日本がセネガルより格下というわけではありません。日本にも勝てるチャンスは十分にあります。 FIFA ランキング27位のセネガルに勝てるかどうかがグループリーグ突破の鍵になるという。日本もセネガルと同じくヨーロッパで活躍している選手がたくさんいます。さらに日本はグループの中でワールドカップの経験が一番あるチームです。6大会連続出場の日本に対して、セネガルは2002年以来のワールドカップ、国際舞台での経験の差も大きいという。選手が一致団結して戦えば、日本はいいパフォーマンスを見せられるはずです。まあでも初戦のね、コロンビア戦で勝ち点いくつ取るかで、このセネガル戦以降の戦術っていうのはだいぶ変わってくるでしょうからね。まあコロンビア戦大事ですけれども、さあね、ロシアとつながってるんでしょう。はい、呼んでみましょう。山本アナウンサー。はい、毎日ピロシキ三昧、山本ピロシキ、あ、すみません、山本博之です。よろしくお願いします。はい、引き取ります。ちょっと待ってください、早いです、早いです、喋らせてください。そうですね、心から反省していただいて、日本代表の最新情報を伝えてください。はい、こちらはですね、日本代表がキャンプ地に置いている火山です。現在時刻は午後6時20分過ぎ、そして日本代表は日本時間の午後9時からですね、冒頭15分のみ公開の練習を行いました。目を引いたのは練習前の乾選手です。西野監督と手倉森コーチ、そして森保コーチ4人とですね、身振り手振りを交えておよそ5分間じっくりと話し合いを行っていました。まあ、パラグアイ戦で2ゴール、まあ、現在チームの攻撃の柱として、コロンビア戦でどう攻めていくのかということを話し合っていたのかもしれません。あの食事なども大事な要素だと思うんですけれど、合宿で食事とかはどうなってるんですかね。はい、まず環境が素晴らしく整っていまして、その中でも日本代表は専属シェフを帯同させています。毎日専属シェフがですね、ビュッフェ形式でさまざまなメニューを提供しているんですね。で、試合前日と試合後のメニューというのが決まっていまして、試合前日はパワーがつくようにうなぎ、そして試合後は疲れていてなかなか食事が取れない選手がいるということで、食べやすいカレーを提供しています。で、このカレーというのもですね、野菜がたくさん入っていて非常に栄養価がたくさん取れる、摂取できるという配慮も取られているようです。なるほど、まあ、だから本当試合に専念できる環境を ね整えられているということで、あるかと思いますけれどもね。じゃあまた後ほどつなぐかもしれません。多分つなぎません。ぜひぜひつないで